あなたの知らない YouTube。 こんにちは。あなたの知らない YouTube とは、まだメジャーではなさそうな、ちょっと怖い、変な、面白い、何これ的な、チャンネルを紹介するコーナーです。本日は、三輪、正春さんを紹介したいと思います。はい、三輪、正春さんは元ラーメン屋 の店長をやってた方で、名古屋の方でねお店持ってたみたいなんですけれど、今腰を悪くしちゃってヘルニアのような形になってしまって、そのラーメン屋の方は引退されてるんですけれども、まあ、YouTube の方を始めてるってことで、まあ、ちょっとFM 流進堂のこのあなたの知らない YouTube シリーズはチャンネル登録者数1万人、以下の人を紹介、基本的にはね紹介しようと思っているんですけれども、もうすでにね1万4000人ぐらいいるんですよね。だから結構もうその道の中では有名な方になりつつあるっていうような形ですよね。でね、ちょっと動画 見ていきたいと思います。人気の動画、あ、古い順やってみようか。1年ぐらい前からね YouTube 始めているみたいなんですけれども、このね、あ、これが面白かったですよ。元ラーメン屋店主の秘密。これテレビ出演した時のビデオを再編集して見せてくれているんですけど、それぞれのお店のご主人にも同行してもらい、おいしさの真相に。あ、ここですね、三輪さんが出てるシーン。邪魔しないように醤油の香りを引き立たせるようにやってきたら、こういうシンプルなものに最後はなって。スープはバランスが全てというご主人。このシンプルな材料も全て計算されて選ばれたものばかりなのです。例えばこの2種類の昆布、これは普通のもので、こちらは元昆布と言われるもの。元昆布とは普通の昆布と根昆布の間にある商品化されない半端な部分。ところがスープの出汁として使うとき、普通の昆布は10分から20分で出汁が出始め、それは鶏ガラの出汁が出るスピードと同じだと言います。一方、元昆布の出汁が出るのは1時間後。それは豚骨の出汁が出る時間と同じで、それぞれの旨味が一体化するよう計算されているのです。スープのポイントがバランスだったのに対し、返しのポイントは熟成、ね、醤油、酒、たまりなどで豚バラ肉を煮て作るのですが、この肉はチャーシューとして使うもの。およそ1時間後、ふっくらと煮上がった豚バラ肉を取り出し、一度冷蔵庫で寝かせればジューシーなチャーシューが完成。しかし返しはここからが勝負。チャーシューを煮た肉、この重いね寸胴をね毎日毎日持つわけですよ。これ結構腰にくるなと思うんですよね。まあ腰悪くしちゃったのも分かる気はしますね。でね、やっぱり元ラーメン屋というね経験を生かしてチャーシュー作りのね動画なんかも作ってるんですよ。結構こういうのはね一般の人分からないんで、ね、一般の人分からないんで参考になると思うんですよね。こういう形またね、こういう形でまっすぐの状態で煮て、お客さんに出すときにこういうカットをするんですよ。これこの動画のちょっと前の方になるんですけど、まあこのチャーシュー肉の買い方、買い付け方からもうレクチャーしてくれてるんですよね。こういうのはやっぱ素人わかんないじゃないですか。だから参考になると思いますよね。ちょっと飛ばします。そして、まあこういうね。一般家庭で作れる、チャーシューコンロ、ガス台のコンロにもよるんですけどね、こんなとろみで蓋をして、まあ、こんな感じでね、やっぱりねこう今動画の時代だなと思うのが、こういう説明を例えば本で読んでもちょっとわからないかったりするじゃないですか、やっぱりこう細かいところ でそういうのをやっぱりこういう実際にねラーメンを作っていたもう実の経験者がね動画を交えて、きちんと解説してくれるっていうのはものすごくね、YouTube っていうもうこの時代よってことですよ。ちょっとこっちを追いついてきたってことですよね。
温めたら、うん、お玉でね、上の油だけをきちっと削いで、うん、取ってやるんですよね。ね、これ家庭でね、奥さんが、自分の奥さんがこんなねチャーシュー作ってくれたらもう惚れちゃいますよね。惚れ直しちゃいますよね。まあ僕はね、あの肉食べない生活してるので、 僕は今あれですけど食べないですけど、まあ一般の家庭の主婦の方がこういうの作れたら本当にね自慢できると思うし、あの旦那さんとか家族の人も大喜びすると思いますよね。はい、今日はこんな感じで、三輪正治さん、元ラーメン屋の店長の YouTube チャンネルを紹介させていただきました。ありがとうございました。すいません、三輪さんのチャンネル登録し忘れてたので今チャンネル登録したいと思います。はい、ポチッとな。はいはい、また一つチャンネル、僕のチャンネル増えました。はい、どうもありがとうございました。ものだ FM 流振動、今日の話はいかがだったでしょうか。もし内容が良かったら高評価&チャンネル登録をお願いいたします。この世界は美しく、命は甘美なものだ。